異常、久保さん、最近ガチでやばい。アトレティック戦 MOM、 バルサ戦チーム最高評価、マドリー戦フィールドプレイヤー最高評価、最高評価ゴールキーパーレミーロ、バジャドリー戦 MOM、 エスパニョール戦 MOM、 ニュー、すご、普通にリーがベストイレブン候補だろ。完全にチームナンバーワンプレイヤーじゃん。ワールドカップ後に覚醒したね。ゴールだけじゃなくて他もすごいよな。シンプルに足が速くなったし、スプリント回数もこなせる。足はもともと速かったけど怪我して落ちたから、尻の筋肉鍛えて復活したんや。日本代表では守備要員だけどな。アジアカップで三笘、鎌田、久保でいい連携見たいけど、クラブと代表は違うもんだし、どうなるかね。久保がスペイン人なら間違いなくスペイン代表呼ばれてると思うぞ。今はそれぐらいのプレーしてる。スペイン好みの選手だね。しかもスペイン代表に足りない崩しの仕掛けも担える。スペインは崩せる選手少なくなってるから、久保は目立つよね。久保くんがこなしてるタスク多すぎて笑うわ。モドリッチかよ。なんだかんだでまだ若いのが一番すごい。まだまだ伸びしろあるから世界的な選手になれる。今の日本代表をアジアで止めれるのは森保だけってのがジョークじゃなくなりつつある。